皆さんこんにちは。芸能生活40年のベテラン俳優になった今もデビュー当時の気候自然とした雰囲気が健在の三田村邦彦さん。近年はドラマや映画で姿を見ないことから現在の活動が気になる人が多いようです。俳優の仕事の激減はやはり年収にも影響しているのでしょうか。また今の所属事務所や住まいはどこなのか。再婚した嫁こと嫁との離婚理由、また3人のお子さんの現在についても調査しましたのでご紹介いたします。若い頃から俳優になることを夢見ていた三田村邦彦さんは高校卒業後予備校に通うという口実で上京。そして予備校には通わず働きながら劇団聖杯の養成所に通うように。その後劇団聖杯の所属になると劇団の推薦で1979年の映画限りなく透明に近いブルーでデビュー。俳優デビュー作にして主演とまさに大抜擢だった三田村邦彦さん。同作は興行的には失敗に終わりましたが三田村邦彦さんは一躍注目を集める存在に。その後必殺シリーズや太陽に吠えろなど話題作に立て続けに出演。また1980年には女優の中山真理さんと結婚し3人の子供に恵まれるなど幸せな家庭を築きました。アイドル的な人気の俳優が結婚することで人気が低迷することは少なくありません。ですが三田村邦彦さんは中山真理さんと結婚後も人気は衰え知らず、数多くのドラマや映画で大活躍。また俳優業と並行して歌手としても活動し何枚ものシングルとアルバムをリリース。そして歌唱力を武器にミュージカルでも華々しい活躍を見せています。三田村邦彦さんは公私にわたって順風満帆と誰もが思ったことでしょう。ところが1999年に妻と離婚。3人いる子供のうち長男と次男の親権は三田村邦彦さんが、そして三男の親権は妻が持つこととなりました。中山真理さんは結婚後女優業を引退して家庭に専念していました。そのおかげで結婚生活が19年も続いたと言えるでしょう。3人の子宝にも恵まれ幸せな家庭を築いていたはずなのになぜ離婚してしまったのでしょうか。三田村邦彦さんと中山真理さんの離婚理由は不倫でした。1996年に三田村邦彦さんが22歳年下の女優高橋香織さんとの不倫が発覚。その不倫が原因となり泥沼裁判を経て1999年に中山真理さんとは離婚しています。不倫デートが発覚し中山真理さんは2000万円の損害賠償を求め高橋さんを訴えています。ホテルで密会する2人を中山真理さんが尾行をする姿が報じられています。さらには2人の電話が録音された。不倫盗聴テープの存在まで明らかとなりました。不倫発覚から離婚まで3年間の月日を要しています。なかなか中山さんとの離婚は大変だったようですが、原因は三田村さんであったのは間違いありません。きっとその間不倫問題だけでなく3人の子供の将来も含めて話し合いを続けていたのでしょう。それでも離婚したということは2人の間にできた溝がそれだけ深かったということ。愛する夫を女優業を引退してまで支えてきた中山真理さん、それまでの思いを裏切られたという気持ちになってしまったのでしょう。その後俳優兼シングルファザーとして公私にわたり多忙な日々を過ごしていた三田村邦彦さん。このまま独身でいると思われましたが2010年に再婚を発表し大きな話題となりました。再婚相手は26歳年下でテレビ番組制作会社に勤めていた女性。5年にわたる交際期間を経ての結婚だったそうです。26歳差は親子でもおかしくないほどの年の差ですが、若々しい三田村邦彦さんには年齢差を感じないのかもしれませんね。そして再婚から5年目の2015年には三田村邦彦さんにとって4人目の子供となる長女が誕生。きっと娘のためにも三田村邦彦さんは体が動く限り俳優として活躍し続けることだろうと思われていましたが、三田村邦彦さんの出演作は2011年頃を境にかなり少なくなっているようです。2016年の映画太陽の蓋、ドラマ
渡る世間は鬼ばかり、ミュージカル、アニー以降は確認が取れませんでした。ですが2023年現在は関西ローカルの旅番組大人旅歩き旅にレギュラー出演中。同番組は2009年にスタートしたもので、番組のコンシェルジュである三田村邦彦さんがゲストや女性レポーターと共に旅を楽しむ大人向けの気候旅番組、吉本興業の芸人などが起用されることが多いテレビ大阪のロケ番組で、大阪が拠点ではない芸能人の番組が10年以上続いているのは大健闘でしょう。三田村邦彦さんの飾り気のないトークは関西の人たちにも好評のようです。ご本人曰く、ドラマのロケで地方に行っても地元の人たちとの交流はほとんどないとのこと。その点この番組は彼らとつながることができ、深い話もできるのだそう。そうした部分を大切に番組作りをしていきたいと述べています。俳優業より情報番組への出演が多くなっている三田村邦彦さん、残念ながら具体的な年収の情報は出ていませんでした。レギュラー出演の長寿番組があるとはいえ、人気ドラマシリーズやその劇場版に数多く出演していた頃に比べれば年収は下回っていると見るのが自然でしょう。ですが2010年に再婚した妻との間に長女が誕生したのが2015年であり、今は子育ての真っ最中。また再婚して新しい生活がスタートした時期と俳優業が減少した時期がほぼ重なっていることから、何か心境の変化があって俳優業をセーブしているとも考えられます。ウィキペディアと日本タレント名鑑によると、事務所は MPT とありました。また住まいで検索されるのは大阪テレビでレギュラー番組を持っていることから、今は大阪在住なのではないかと思う人が多いのでしょう。可能性はありますが、住まいの所在地も明らかになっていません。最近テレビで見かける機会が少なくなった三田村邦彦さん、そのため一部では病気なのではと噂されています。ただそのような事実が報じられているわけではありませんし、大好きな阿波踊りにも20年間休まず参加しているということで、現在も元気な姿を見ることができます。病気であるという噂はデマのようです。激痩せや激太りしているという情報もありませんし、まだまだ俳優や司会としても活躍が期待されます。最後にお子さんたちについてお話しいたします。前述したように、長男と次男の親権は三田村邦彦さん、三男の親権は中山真理さんが持つこととなりました。おそらく当時はまだ小さかった三男、そのため母の中山真理さんが親権を持つこととなったのでしょう。この三男の中山真生さんですが、ジャニーズに所属していると噂となっているようです。中山真生さんは芸能活動を行っているのは事実ですが、ジャニーズ事務所に所属しているというのは誤りです。ジャニーズ事務所にいてもおかしくないイケメンの中山真生さん、かつてピュアボーイズという俳優ユニットに参加しており、歌手として活動したこともありました。そのことから中山真生さんがジャニーズ事務所の所属と勘違いをした人が多かったのでしょう。なお親権は母親の中山真理さんが持っていた中山真生さん、父の三田村邦彦さんとの関係が気になるところですが、親子関係は悪くないようです。その証拠に中山真生さんが主演を務めた2012年の映画あの空の青で三田村邦彦さんと共演、きっと父親として息子の主演作に花を添えたいという思いがあったのかもしれませんね。また三田村邦彦さんの誕生日にはツイッターで祝福のメッセージを送っています。今では親の七光という声が聞こえないほどの活躍を見せる中山真生さん、今後も両親に負けないよう俳優業に邁進していくことでしょう。また俳優業を行っているのは三男だけではありません。実は長男の三田村俊さんも俳優として活動していたんです。もともとはパン職人を目指していたという三田村俊さんですが、思うところがあったのか俳優を目指すように。三田村俊さんは俳優業に挑戦できるのは若い今だけと思ったのかもしれませんね。また弟の中山真生さんに触発された面もあるのでしょう。そして2年間にわたって演技の勉強を行い、2005年のドラマ H2
君といた日々で俳優デビューを飾っています。それ以降も何本かのドラマ、舞台だけでなくバラエティ番組にも出演した三田村俊さん。ところがここ数年はその姿を見かけることがなくなっています。一体三田村俊さんがどうしているのか気になった人も少なくなかったでしょう。すると2008年に三田村邦彦さんが衝撃の告白。インタビューで三田村俊さんのことをパン職人見習いと答えているんです。おそらく三田村俊さんは実際に俳優として活動したことで自分は俳優には向いていないと感じたのでしょう。そしてもともと目指していたパン職人になるために再び勉強を始めたのだと思われます。二世タレントの中には俳優で芽が出ずにタレントに転身する人も少なくありません。ですが三田村俊さんは三田村邦彦さんと中山真理さんの名を汚してはいけないと思い芸能界を退いたのかもしれませんね。三田村邦彦さんの3人の息子のうち芸能界に進んだ長男と三男、残る次男は芸能界には進むことはありませんでした。兄と弟が芸能界に進めば次男も芸能界に興味を持ちそうなもの、それでも芸能界に進まないということは早くから将来の夢を持っていたのでしょう。そんな次男が選んだ仕事はカメラマン。三田村邦彦さんが再婚した2010年にはカメラマンのアシスタントをしていると報じられました。次男が専門としているのが人物なのか風景なのかは分かりません。ですがいずれ次男が三田村邦彦さんの写真を撮る日が来るかもしれません。再婚相手との間にできた娘については2015年誕生ということで現在7歳です。しかし名前や顔写真などの続報はありませんでした。女の子ということで情報漏洩に配慮して大切に育てられているのではないでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。